この時点からスタート。ちょ、勝手に何してる。へえ、別に普通でしょ、兄弟なんだから。なるほど気づいたみたいね、このルールの真なるコンセプトに。兄弟であれば普通のこととみなされる全ての行為は明らかに嫌がらせであっても理由なしに嫌がることはできない。義理の兄弟らしからぬ言動に含まれてしまうからだ。つまりこのルールは嫌がらせの免罪符。この女、そのためにこんなルールを提案したのか。性根が腐ってやがる。まずいぞ。僕の部屋における唯一のパンドラの箱と言えるのはあそこ。あそこには絶対に見つかってはならないものが。どうする、どうする、どうする、どうする。勘弁してくれ。君といがみ合うようなことはもうしたくないんだ。気に食わないなら謝る、視界からも消える。だからさ、こんなことはもうやめにしよう。イリド君。ハイアウト。兄弟は名字で呼び合わない。こんなのあなたもアウトでしょ。いがみ合いたくないって至極当然のことだろう。兄弟なんだから。さて、じゃあ最初だしシンプルに行こうか。呼び方を変えろ。どういう風に。好きな風に。お兄ちゃん。